こんばんは。今夜はどんな不器用でも簡単に作れるチーズたまりのクッパ、クッペを紹介します。生地はいつものように粉だいたい300に対して水だいたい200を入れました。そこに黒ごまと塩、砂糖、そしてイースト 3g 入れて発酵させたものがこちらになります。たった10分の発酵でめちゃくちゃ倍になりました。夏で暖かいからかな。綿棒を使って中に溜まっている空気を軽く出してあります。よっと、こんな感じでね。ここであまりベシベシやりすぎてしまうと生地が死んでしまうのでお気をつけてください。しっかりと空気を抜くのはこの後。とりあえず1個 50g ぐらいで12等分してみました。こんな感じね。じゃあこれを薄く伸ばして中身を入れていきましょう。手で押してここでようやくしっかりと空気を抜いていきます。少量の生地から空気を抜くのは簡単なんですけど、たくさんの生地から空気を抜くのは大変なので、大きい生地の時はそんな丁寧に空気を抜かなくて大丈夫。余計な力が入ってしまってね、空気以前に生地が潰れてしまうともったいないので気をつけてください。何回か伸ばしていって、そうだな、だいたい15センチから18センチの18センチ伸ばします。そして真ん中に固形のチーズやベーコンを入れるんですが、ベーコンは結構たっぷりめに入れといた方が俺好み。もう足しちゃおう。安いベーコンや安いチーズで構わないんですけど、自分が好きなチーズで焼いた後もあんまりボソボソしないのを使うといいかもしれません。とりあえずチーズはレッドチェダーを使いました。ゴーダチーズはちょっと焼き上がりがパサパサしてしまったんですよね。真ん中をちょっと盛り上げて、こうぐるぐると巻いて下の部分を閉じていきます。その時に気持ちちょっと長めにしてあげると焼き上がりが綺麗になりますよ。横もしっかりと閉じてください。こんな感じかな。形は多少不器用でも大丈夫、ただ美味しく作るぞっていう気合があればね。さ、こんなもんかな。ちょっとこうやって端っこの部分をね、長細くしとくと焼きやすいんですよね。さあこんな感じで1個完成。40度でだいたい20分の二次発酵が終わったらクープを入れていきます。こういう専用ナイフがあった方がいいんですけど、まあ刃物なら何でも大丈夫。しっかりと一直線にクープを入れてあげてください。そしてこれを開く。そうすると中がね、綺麗に見えます。感覚としてはパンの中にある空間を外に出してあげるような感じでクープナイフなどを入れてあげてください。強くナイフを入れすぎてしまうと下まで切れてしまうのでご注意を。ここにシュレッドチーズを入れてってください。もうねこれでもかっていうぐらいチーズを入れるのがおすすめです。でこれをだいたい200度で15分焼き上げるとこんな感じのパンになります。焼き加減とかはこまめに見て自分でね、もういい感じの焼き加減を見つけちゃってください。こうやってチーズたまりができててめちゃくちゃ最高のパンに仕上がります。しかも焼き上がりはこんなチーズがジュクジュク言ってて、もう食欲をそそる。冷めてもこんな感じでしっかり固まって美味しく食べられるので、忙しい朝にもねぴったりかな。夜のうちに作っとけば。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。また来てね。バイバイ。